はい、こんばんは、タムランチでございます。ほぼ引いたでしょう、あれ。まだほい、でもね、なんか硬いのよね。硬くてぷくってしてると中でね。<laughs> また月曜日に行きますが。これはかかりますよ、時間。えー、そんな状況なのに。 新ラ辛ラーメンでいいんですかララーーメメンンですかね食べちゃいましたよあの娘ちゃんが今春休みでねまあこのコロナ禍でまあ今の本当中学生とかかわいそうだなと思いますけどね自由に遊べなくて、えー、私が住んでる地域もまた増えてきててね なんですけどまあそ,れでそうは言ってもね春休みだしねあのお友達と、まあ、ちょっと、えー、何あのでっかいデパート <laughs> でっかいデパートに遊びに行きましてねお土産買ってきてくれまして、えー、お父さんにということで新ラーメンを買ってきてくれまして、えーまあ、土曜日はいつもねあの餃子とラーメンの日なんですよ。 でいつもはあの生ラーメンって言うんですか、えー、食べるんですけど、えー、ちょうどね、えー、2つ乾、えー、麺、えー、博多かな博多ラーメンかな2つあったから、えー、嫁ちゃんと娘ちゃんに博多ラーメン作ってお父さんがそのお土産の新ラーメンを餃子と共に作りまして食べましたけどねまあ美味しかったですよ。 美味しかかっったたたでですすけどねねあと10年早く食いもうすでにこのね食後感がやばいね、えー、久々になんかねジャンキーなもの食ったね、うん、まあそっちだと思うかくもう唇がもうかーからかった粉末半分でいいねアラフィフのおっさんには、はい まあそんなこんなんをへましてですね、えー、まあその前から飯食う前からちょっとやってたけど今日も、えー、剛さんの曲をセルフルバンドカバーシリーズやってみましたけど、えー、剛さんの曲をねフルバンドでカバーするならこれやらなくちゃっていう曲をねやってみましたけど「トンボです。 まあこれもね、過去にやってましまあ何度かやってまして、えー、トンボ出た結構後に、えー、なんかアコースティックのアルバム出した時ですかあ,ーあれ、ボトボトトンボは G ですけども、E でね、えー、ギター一本で弾き語ってる。あれ、チャンプかなんかじゃないのかな生では見てなかったですけどね、YouTube で見ましたけど。それもすごく良くてね、 えー、まあそのカバーもやったりもしたり、えー、それから原曲に近いギターアレンジというかギターとギターコンガかでやったテイクありまして、えー、今日はそのギターとギターコンガでやったテイクをもとに、えー、やってみましたけどほほぼほぼ新規音になりましたね、はいえー、今日はだからそのテイクにえー まあベースとドラムでいつものように追加した後に今回はピアノとストリングスも入ってたからあのオリジナルにやつけてみましたけどねえほんでねあの改めてなんですけど「トンボって曲はねすごいですよ何がすごいかってね各パート 何一つ難しいことしてません、あの曲。めっちゃ簡単というかシンプルですよ。まずそもそも、あの、アコギがまあストロークだけでしょしかも、G の曲で、b マイナー使わないんだから。G と、C と D と、e マイナーと a マイナーだけですよ。これはね、ギター初心者にはもってこいですよ、この曲は。は、う、い、ん。えー でえー、っとエレキもねバッキングもあエレキのバッキングえレキもなんだ、えー、っとカッティングしてるだけミュートカッティングででででででって何のソロも弾いてないですでまあベースはね、あのー、私のこのセルフルバンドのおカバーシリーズのカバーというのはベースがカバーなんですよ あの前にもちょっと前もくっちゃべりましたけどベースはもう原曲ほぼほぼ聴かないんでもう勝手につけるんでそれが楽しいんでえー、まあ2つってまあねあのもう元の形がある曲ですからそんなにはえー、もう曲の雰囲気変えちゃうぐらいのアレンジするなら別にしてね、まあ、やまあある程度その曲の雰囲気をって感じでやってますからそんなには変わんないけどね て弾いてますでまあドラムもまあねまあまあそんな感じになりますけど今日のねトンボのドあそれでもあれか、えー、ドラムのあのねロールが入るんですよ出だしから「ワン・ツでいでしょ 1, 2, 3, トンタン、ツッタン、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 タン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 タ,ラタンこう入る。タタ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  <laughs> これが、前も言ったけど、あの、ゴムパッドのドラムマシンだと非常に難しいんですね <laughs>。本物のスネアならできるんですけど、<laughs> わーでね、苦労しましたよ。 転がしが。タラララ、えー。曲通して何回か出てくるんですけどね。三分の一取り直してます。はい。タラララにならねえんだもん。<laughs> そこだけね。そこだけこう、あと、後追いで、そこだけこの上書きできるように設定して。ちょっと前から。はたいて。タらだらだらだら。だけ頑張ってね。何箇所か直しましたけど。 その,クルダのあ難しいのなんだっけあそうそうそうまあまあ、まあ、ドラマはねまあ服があるけど、まあ、全体的にはどこないんですそれでえー、とよくよく今回やるにもっかいオリジナルをじっくりと聴いてみましたところ、まあ、ピアノが入ってるんですねえーまあ、ピアノはもうちょっと私がやったやつよりはテクニカルなことしてると思いますけどまあ私は今日はもう普通に えー、ベース音と和音で、まあ、リズムね、うん、リズム打ちっぽいピアノを、まあ、重ねて一番大事だったのがね,あのねサビのストリングスえー、めった使わないですけど私ストリングスは、えー、とんこのトンボはね、まあ、このトンボというか瀬尾さんね、えー、このトン,トンボからちょっと前からしばらく後まで。 あの瀬尾さんですけども瀬尾さんの編曲アレンジにはもうこのストリングスは欠かせないですね特に剛さんの曲にはね特にこの「トンボは顕著でしたねつけなくてもいいかなと思ったんだけどあまあまあもともとはちょっとストリングス試しにやってみるかっつってキーボード出してあそういえばピアノも弾いてたなっていうことで、まあ、あの順番的にはピアノから入れたんですけどね 最後にストリング、えー、とかドラム入れる前に、えーと、ストリングスを入れてみたら、まあ、このサビのところと、それから、最後は2回目のサビから最後のエンアウトローのとこまで、あの、通しでストリングス入れましたけど、まあ、このストリングスの効果たるものはもう全然違った。これは入れなきゃダメだと思ってね。入れてみましたけど。まあ、したった、だってストリングスなんてあんなもんほら、もう何 あの要はキーボードですストリングスさえ出ればあの1個剣回しは和音なんだからさ <laughs> あれ難しくないのよあの弾く自体はね入れ方は難しいですけどストリングスなんぞね本当に入れ方ですよやかましいだけになる場合もあるしね他の邪魔するだけっつう場合もあるから、えー、自分の曲とかでストリングス入れるのは非常に難しいですよあの 入れたら入れたら全部入っちゃう的なね、感じがあると思うんで、ストリングスは。うん。まあ、だけど、入れ床がね、あの、はっきりしてるんで、オリジナル、ほぼほぼオリジナルのストリングス入れてるところに入れただけですけど、やっぱりそのね、入れ方ってのが素晴らしいですね。う,ん、うわぁ、瀬尾さんすげえと思いましたけどね、改めて。当たり前にすごいんだけども、ね。で、 やっぱりね、だから、とンボという曲は、あまあ、歌詞とメロディーと歌でしょうね、剛さんの。それで成り立ってるんでしょうね。まあ、すごい曲ですわ。本当に。しかもメロディーがあのキャッチなメロディーでしょう。歌詞なんかね、もう歌詞はもう、はい、あんまりにベタになりすぎてね。 某プロ野球選手とかが使ったりとかいろいろしたからちょっとなんていうんですかねなんか,なんかちょっとなんか自分の持ってる道と違う方向に歩いちゃった曲な気がしますけどあれが出てあのドラマやってっていう時のあの時の当時のトンボはもう本当に神曲でしたねでんとか言ってますけどねこの間の私の新曲でも歌いましたけどえ私の人生初のオンステージ 中学3年生の文化祭にて、えー、スキンヘッドのグラサンかけた人たちが歌ってる、えー、観光地での恋の歌とこのヤクザになってしまった剛さんが歌ったこの昆虫の歌をですね <laughs> 歌ったんです30数年前でございます。 当私はまあアコギねというかフォークギターを書き鳴らし、えー、そこに、えー、当時そういうのが好きだった先生が作ってくれたんでしょうねキーボードで、えー、まあほぼほぼ,ぼ伴奏っぽいのを作ってくれてたんでしょうね、えー、でそこに、まあ、エレキの子はうまかったんでまあちょっとこう メロディをを弾くようなエレキをかぶせてベースはいたけど単純にベース音ボンボンしてただけなのかなまあ聞けたもんじゃない演奏ですけどま,まあそういう問題じゃなかったんでね当時はあれがあったんで私はもうどんどんのめり込んでったっていう本当に、えー、私の音楽ライフになくてはならない 出来事かつ曲なんですよね。えーまあその当時のはちゃめちゃなトンボが三十数年を経てこんな形になりましたと <laughs> いう感慨深いカバーでございました今日はね。はい、うんなんかね今日のでなんか完結って言ってもいいぐらいな感じな充実感があったね今日のトンボは。 やめないけどね <laughs> まだねあの過去テイクで使えるの何曲かあるんですよそれはやるえー、てかねあのーまあ、このセルフルバントでやりたいっていうのもあるんですけどその過去のねテイクが結構アレンジがいいのにとにかく録音がねひどいんですよただそのテイクをそのまんまね ミキ,ミキシングというかミキサっていうのは何つうの, <laughs> のこれねこれだけ直して出すのもなんかなっていうのがあるんで <laughs>、えー、プラスアルファで今セルフルバンドやってますけどまあいい機会なんでね、えー、そのそこそこいい感じな演奏してるけど音がうんっていう感じのやつを直したいやつだけはセルフルバンドやってあとちょっとですけどね まあ、新規でやってもいいけど、まあ、とりあえずはあと何曲か、えー、あるので、はい、そんな感じにしたいと思います。はい、ということで今日は辛ラーメン食ってちょっと食後感が辛く唇が痛いなっていう中三十数年前にやった思い出の友を、はいえー、アラフィフになったこのおっさんが、はい、改めて。えー やってみたらやっぱりすごい曲だったよっていうくっちゃめりでございました明日日曜日なんでね、はい、また何かやりたいと思いますんではい、よろしくお願いしますということでタモランチでございましたそれでは今日はこのへんで